明日も夕方を中心に予備率が 5% を下回る見込みということで、現在発令中の電力需給逼迫注意報を継続することといたします。熱中症にならないよう十分にご注意いただきつつ、使用していない照明を消すなど無理のない範囲での節電をお願いいたします。